自分で簡単本格ガラスコーティングシラザン50。ラブカス TV 川口学です。今日はですね、私虎ノ門ヒルズのですねステーションタワーという場所にあるノードというですねところにいるんですけれども、今日ここで何をやっているかと言いますと、こちらでございます。ソニーホンダのですねアフィーラ、これの、社内の体験のですね、時間ということでここに伺ったんですけれども、実はですねこれを皆さんご覧になっている本日発表になったばかりということで、その前日にですねこの体験をさせてもらうために撮影に来ているということでございます。で、今回ですね発表会の時に撮影時間があんまりなさそうなので、事前にですねここでこのアフィーラをですね撮影しておきたいと思います。さあ、こちらがソニーホンダのですねアフィーラというモデルですけれども、もう皆さんですねセスで登場したモデルをご覧になっているかと思いますけれども、日本でですね初めてこの車を、私も今初めて目の前で見たというところでございますけれども、細かいですねスペックなんかに関してはこちらの方にですね、掲載しておきますので、ご覧になっていただければと思います。で、パッと見た印象ですけれども、もうね本当になんかこうつるっとした感じで、あの無機質なですね雰囲気があるんですけれども、ディテールをこう見てるとですねなんかこう有機的な部分も感じられるような、そんなですねデザインになっているのが特徴だなというところですね。電気自動車ということで当然ですね空力を相当意識したモデルということになるわけですけれども、もう本当にこう見た感じのですねこう質感が、空力がですね良さそうな、そんなですね雰囲気になっているのが特徴でございます。で、面白いのはこのフロント部分のこちらですね、このバーが入っているわけですけれども、このグリルの中にですね今スパイダーマンが出てますけれども、ここはですね外にいる人たちとのコミュニケーションなんかも取れるような、そんなですねものになっているということでございます。なので情報なんかを表示するような機能も持っているということですね。そしてその上に LED が入ってヘッドライトの方に走っていて、なおかつフェンダーを貫いてですねこのように LED が入っているということになります。で、こうしてですねスポイラーを見ますと、全くグリルですね、本当にあの下の部分にちょっとシャッターグリルのような構造になっているのが見て取れるかなというところで、それ以外は全くもう穴がないという、それがゆえにですねこうして見ると顔つきがですねめちゃめちゃ無機質な雰囲気になっているというのが特徴ですよね。とはいえですね無機質なんですけれども、あのバーがですね入っていることによって、なんかこうちょっとですね生きている感じというか、人間味というか、そういった部分も少し感じられるものになっているのかなというところですね。で、装着されているタイヤ&ホイールですけれども、こうして見るとブリヂストンのタイヤが装着されているのは見えますが、おそらくですね21インチか22インチぐらいのサイズかなというところですよね。で、それがですね当然前後同じサイズになっているわけですけれども、こうしてですね全体で見てみますと、タイヤがですね大きいだけあって、非常にですねこう現代の車っぽい感じになっているなということですし、サイドから見て分かるのはこのホイールベースの長さですよね。ここが相当に長いなというのが分かります。で、通常ですねここまで長いと、ドアの長さがですね気になるところですけれども、前後とも相当にですねドアが長いなというところですね。で、かなりホイールベースは長いですけれども、外から見る限り中に乗っている人、リアシートのですね人の頭上は結構天井に近いかなというところですね。で、リアの方に回り込んできますと、リアもですね、このような感じで LED のですねランプが一直線に入っているようなデザインになっているというところですよね。で、非常にこう空力をですね重視しているだろうルーフ形状をしてますので、もう完全にですねシームレスな感じでつるっとした感じのルーフからボディへのですねラインがつながっているというのがこれ特徴ですよね。本当にこの状態だとパッと見やっぱりコンセプトカーに近い雰囲気というのがかなりある車になっていて、いわゆる市販されている乗用車と比べると、なんかこう本当に実車になるのかなっていうような、まだ段階に感じるわけですけれども、これがですねどうなっていくかというところに期待があるのかなというところですね。
で、リアのランプ周り見ていきますと、フロントのですね、ヘッドライト周りとほぼ同じような感じで、LED のラインが入っていて、真ん中にですね、液晶が入っていて、まあ、これも情報なんかを表示するようなものになっていそうですね。で、こちらもですね、リア周りも全く穴なんかはなくて、つるっとした感じの表情になっているのが非常に印象的な部分であります。で、さらにですね、後ろの方から見てみたいと思いますけれども、のような感じで、はい、ちょうどここにですね、LED のランプが入っているのが分かります。今ちょうど表示されているのはスパイダーマンの表示なので、フロントのグリルと同じようにですね、はい、表示されているというところですね。で、奥で小沢浩二先生が撮影してますけれども、まあでもリアのクォーターから見た感じも本当に継ぎ目がなくて、ガラス面とボディ面、そこら辺の部分がですね、もう完全にこのフラッシュサーフェイスされているので、相当空力が高いだろうなというところはですね、すぐに分かる部分ですね。で、やっぱりこう無駄なものを省いていくと存在感としてかなり大きなものになるなというところは間違いなくて、このあたりはですね、やっぱりこの車の持っている独特の雰囲気がすごく感じられるところかなというふうに思います。ちなみにですね、リアタイヤは275の 35R21 は21インチサイズですね。そしてこうしてみるとホイールの奥に赤いキャリパーが備わっているのが見えますね。これ多分結構大きなキャリパーなので、リアでも4ピストンぐらいのキャリパーかなというところですね。それとホイールもですね、こうディッシュタイプのホイールになっていて、空力がすごく良さそうなですね、感じのものになっているというところが特徴ですね。ここも無駄を省いたデザインということで、この車のボディのデザインにかなり親和性の高い、そんなですね、ものになっているなというところです。ちなみにフロントもですね、はい、タイヤサイズは245のですね、40R21 ということで、リアよりも少し細めということになります。そしてこちらもよく見るとですね、このホイールの奥に赤いキャリパーが備わっているのが分かりますように、これはですね、おそらくシックスポット並みのですね、キャリパーだと思います。ただローター自体はドリルドもないし、径もそんな大きくない感じではありますので、まあ、やっぱり電気自動車なので、そんなにこうブレーキ使わないかなというところですよね。回生ブレーキ取れるので、このあたりがですね、電気自動車ならではの部分かなと言えるところです。それとちょっと近寄ってですね、フロントマスク改めて見てみたいと思いますけれども、このような感じで、はい、独特ですね。めちゃめちゃ存在感のある、無機質だけどなんか温かみもある顔つきという感じです。さらにライト近寄ってきますと、このような感じで2眼タイプの LED になっていて、2眼の中が3つに分かれているので、さらに外側が2つに分かれているので5眼なのかなという感じですね。そしてこのフロントの液晶部分、このようにかなり高精細な液晶が採用されているのが、はい、分かるかと思います。まあ、この辺りユニークですね。まあ、ぶつかったらどうするんだっていう話はね、ありますけれども、それはさておきというところだと思います。はい、でこのようにして見ていくと、すごく、はい、無機質な感じのですね、デザインになっているというところですね。テールレンズ、はい、このような感じで、もう綺麗ですね。リアの液晶も非常に綺麗なものになっています。反射板がですね、2つ入っているのがリアで、まあ、フロントよりもこっちの方はですね、ちょっとまあいろいろ要素が入っているかなという感じですね。それとこうして見ると、この辺りですね、スポイラーがおそらくついているんだと思いますけれども、展開式のですね、スポイラーになっていると思われる部分でございます。はい、で真後ろから見るとこのような感じで、まあキャビンの部分とフェンダーの部分のこのシームレスな感じというのがすごくよくわかるかなというところですね。ルーフとリアウィンドウの継ぎ目もほとんどないですし、リアウィンドウからこのトランク部分につながるラインも全くこのような感じで段のないシームレスな感覚がありますので、改めて、はい、離れてみますとこのような感じで、ちょっとこう魚とかああいう感じのイメージのものになってますね。はい、
車の周りについているセンサー類なんですけれども、このような感じでまずミラーはですね、このように電子ミラーになっていて、このミラーのユニットの中に前方を映すミラー、そしてサイドを映すミラー、さらにこのようにリアを映すミラーがですね入っているというところですね。なのでこのミラーですね、単体でかなりですね多機能なものになってますし、このサイドの、はい、カメラの横にさらにですね1個カメラが、はい、入っているのが見えるかと思います。でこのような感じでですね、ミラー自体の形状は、はい、一応ですねフローティングというか足がついていて外側に出ているタイプのミラーになっているということですね。それとルーフ上にはですねこのようにライダーが装着されております。でこれによってですね、まあレーダーとかですねカメラ以外の部分でライダーを使うことによってですね、より高い運転支援の機能を持っているというところをまあアピールする狙いもありますし、まあこの位置にですねあのライダーをつけると高さを取らなきゃいけないので、どうしてもですねフラッシュサーフェイスの中に入れることができないので、車によってはポップアップのですねライダーを使ったりする車もあるんですけれども、この車の場合はあえてですねこのようにダウンをつけたものにしているということでございます。それとリアもですねよく見るとこのようにウルトラソニックセンサーは、はい、入ってますね。でリアの、はい、カメラがこの中央部分に入っていて、さらにリアのですねライダーはこうやって見るとどうやらなさそうだなっていう感じではありますよね。この車ですね、車内外に45個のセンサー、カメラ、レイダー、ライダーといったものを搭載しています。この上のあのリアインテークみたいに見えるのが今こちらのライダーになっております。これらを使いまして、特定環境下でのレベル3、あとは、より広い範囲でのレベル2プラスといったところの実現を、目指しております。私たちが目指す車はやっぱりソフトウェアディファインドになっていくだろうという、まあ、私たちのソフトウェアディファインドだと思っていますので、まあ、過度なキャラクターラインみたいなところはまあ削ぎ落としておりまして、まあ、あのシンプルでクリーンなイメージといったところで考えております。まあ、個性はよりこう内側というかソフトウェアの方でアップデートしながら発揮していきたいというところになっております。こちら今あのスパイダーマンのテーマ表示されているんですけれども、例えばですね、他のテーマですね、これ自分の壁紙というか、まあ、好きなテーマ選んでいただいたりという、まあ、自己表現としても使っていただけるというのを考えておりますし、あともう一つですね、先ほど言いました自立性の部分でいくと、まあ、例えばこの車ですね、ドライバーが近づいてきたときに運転前にこのチャージングの残り 82% みたいなですね、まあ、こういった情報をこの車が自動で認識をして表示してくれるみたいなところも考えております。でこの車の25年に発表発売、26年のデリバリー目指してますけれども、そこまでにこういったいろいろですねデモもさせていただきながらいろいろなアイデアもいただいて、いやもっとこうした方がいいんじゃないとか、私だったらこうするけどみたいな、まあ、ご意見いただいたり、いろんなクリエイターの方に一緒に作りたいなという、まあ、オープンなスタンスでという意味を込めて今母体というかこういったのあるよということの意味があったりします。インテリアはこのような感じになっております。はい、スピーカーがここにも入ってますね。ここも全部スピーカーになっている感じです。でアルカンタラっぽい質感になっていて、この辺りも、はい、かなり完成度の高いものになってますね。でアフィーラの、はい、このようにロゴがあって、ペダルとかセンターコンソールこんな感じです。でプレイステーションのコントローラーがあって、これがゴミ安高でございます。これ家から持ってきました。持ってくんなっつうの。でこれがステアリングですけど、今ヨークハンドルになってるのは、まあ、ここが要するにモニターなんで見やすいようにっていうところでヨークハンドル採用してるわけですよね。ただこれが本当にそうなるかっていうとそうじゃないというふうに思っていただければいいと思います。でこのワイパーとかそのあたりのスイッチ見ると、まあビジョン S の時もソニーっぽい感じしましたけど、やっぱりソニーっぽい感じのテイストになってますし、このあたりのですねステアリングスイッチなんかも同じですね。はい、こういう、はい、ここら辺はまあダミーですけどよくできてますね。で前面ここら辺がスピーカーになってて、足元はこのようにすっきり開いてるわけですね。ただセンターコンソールは残ってるよっていう感じで、今ゴミちゃんが手で隠しているのがこの、はい、ソニーっぽいですねスイッチですね。でフローティングのコンソールになってるというところですね。ちなみにここは開きません。
どうですか、ゴミさん、この車の印象は。うん、っていう印象でございます。でデジタルミラー採用してるね、はい、なるほど。ちょっとやめなさいっちゃ。これ実画像？これ実。例えばですね、これは今スパイダーマンのテーマになってるんですけれども、例えばアンチャンテッドのテーマを選びますと、ここのテーマも変わったりですね、今のライトの色も赤からこうイエローになったりですね、しました。ちょっと今別のテーマを見せていただきますけれども、まあ、黄色がこういう形で緑色になったりとかですね、まあ、あの気分を盛り上げるというか、よりこうテーマを、まあ、テーマに近づけるというか、そういったような盛り上げになっています。あとこの音ですね、 E モーターサウンドって書いてますけれども、まあ、これもあのテーマごとに違う音を用意しています。まあ、あの要はアクセル踏んだ時にこの車内に返ってくる音も、そのテーマによって違う音が返ってくる。まあ、あのソニーとの、ジョイントベンチャーというところもありまして、まあ、あの強みの、まあ、ソニーは、センサーが強かったりするんですけれども、それ以外にもあのエンタメ系コンテンツですね、はい、非常に強いということで、はい、まあ、あの見てお分かりの通りですね、映画、音楽、ゲームですね、しっかりとプレイできるような形になっています。アフィーラらしいサウンド作りでいうと、まあ、そのアーティストがまるで目の前にいるみたいな没入体験というのが360リアリティオーディオ、はい、360リアリティオーディオのコンセプトになっています。でそれは基本的なオーディオ性能がそういう立体的なものだっていうことですか？そうですね、あの楽曲のこの360リアリティオーディオの仕様になっている楽曲であれば、そのような形で採用、聴けることができます。でスピーカーが、こちらフロントのスピーカーついているのと、はい、スピーカーです。あとドアのここの横の部分ですね、あのこういった部分もスピーカーになっています。ここら辺もですか？スピーカーです。これもスピーカーになっています。全体が、はい、で、このシートの下にもスピーカーが入っているのと、あとこの首の部分、これもスピーカーになってます。ここだ、はい、で鉱石でいうとこの後ろのこれもスピーカーになっています。もうそうなんです、はい、へえ、ここ、はい、背もたれのところスピーカーになっています。はい、で最後あのプレイステーションですね、あのソニーとのジョイントベンチャーということもあって、プレステ5、プレイできます。へえ、はい、すごいすっきりとクリーンなあのインテリアになっているのが、まあ、特徴ですね。はい、このあたりはビジョン S の時もそうでしたけれども、相当ですねシンプルですっきりとしたインテリアになっておるというところでございます。で開閉は近づくと、まあ、このような感じで開くようなコンセプトだそうです。でリアもこんな感じで、はい、フロント同様にすっきりとしたインテリアになっております。まあホイールベースはめっちゃ長いんですけど、シート その位置見るとそんなにこうバカ広いっていう感じではないし、ホイールベース長い割にはリアシートそういう意味じゃちょっと狭いかな。まあ電池の分床が高いっていうのもあるけれども、ちょっとこう座った感じはこんな感じで、今まあドライポジションってないですけど、膝前そんなに広いわけではないですね。あとまあこのボディ形状だとルーフのところはこんな感じでちょっと近い感じですね。でグラスルーフになっております。という感じで、まあ、コンセプトカー前としてますけれども、まあ、ここからどんな風に変わっていくかというところが、まあ、今後のですね注目ポイントということになるわけですね。はい、というわけで今回はですね、ソニーホンダのアフィーラですね、これをチェックさせていただきました。まあ、あの今日発表されたばかりということですね、接種の時に登場したコンセプトカーと、まあ、変わりはないですけれども、まあ、新たなですね展開なんかも今日発表されて、今後はですね期待できるということになります。でこの車はですねでこの車はですねジャパンモビリティショーに展示されるということですので、会場でですね皆さんも見ることができると思いますので、会場にですね足を運んでチェックしていただければと思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の足が見つかるかもしれません。そしてラブカース TV で取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカース TV 川口学でした。